はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒル33さんからですね。はい、よろしくお願いします。ヒル33様ですね。はい、コトキングね、ワンボックス。ちょっとまだね、ヤマトさん来てないんで、ちょっともう一個やろうかなと思いまして。いや、すごいね、ベースもカラフルで、うん、アデバヤさん、これ出現位置によって、レブロン、オレンジなんだ。うん、あー、言ってますね。はい、ね、あれ、レギュラー2枚だな。あれ、レギュラー2枚ですよね。どうなってんですかね。はい、で、プログレスのキュッキュのパラレルだ。これもインサートなんですね。149。ルーキーのね、あれかと思ったら、普通にインサートっていう感じですね。で、キラ君がひっくり返ってる。これはジャージですね。シリアルはないですね。通常のコートキングの銀色です。はい。で、ここがサインですね。多分。うん、サイン誰だ？あ、ウッダード。はい。でも彼もね、ここからでしょ。あ、これ通常で149なの？ね。去年とかも結構なんか生産数はホビー少なそうだなっていうね、感じでしたからね。で、インサートがオラジワン。ポインツインザペイントっていうやつ。あ、インサートこっちに2枚入ってましたね。レギュラーが1枚少なくて、インサートが2枚入ってました。オラジュワンとドノバン・ミッチェル。ね。で、あとルーキー。あ、何これ。あ、ちょっと待って、レベル4じゃないのこれ。あ、レベル4だ。おー、これか。今年の。ここに入ってるんだ。アディショナルヒットみたいになってるんですかね。うん。フェイズだったらまあ出てますからね。いいっすね。おお、こんななんだね。メロイエローみたいな。で、ちゃんとルーキーは2枚入ってるんですよね。あ、通常が2枚。あ、ルーキー1が2枚ですね。マレ君とリラどっちなんでしょうかっていう。なるほど。この方が入ってるとこういうパターンかもしれないですね。下手したらね。まあ分かんないですよ。店長もこれまだ3つ目だから。はい。まあ方出ましたね。はい。じゃあ、ポーカーですね。一回やって、梱包してすぐ出せるように、はい。すぐ手配します。じゃあ、ヒルさんが3回いきます。ワン、ツー、スリー。ノーハンドですね。今日は結構ノーハンドがちょっと多いですね。うん、はい、ということでレベル4をもう早々にして拝めたので店長は満足です。かっこいいですね。なんか昔のウルトラね、ちょっと字体は違いますけど、うん、なんかね、まあいいかっていう。はい、ありがとうございました。